小田本芳は日本の映画監督。1940年代、1950年代にプログラムピクチャーを量産した。福岡県文字市に生まれる。早稲田大学文学部英文化卒業後、1935年に PCL 入社。山本果次郎の助監督を経て1940年、クーニャンの外科で監督デビューする。初期は助長的な女性映画を監督するが、 三作目の歌えば天国では一年に一度は馬鹿をやりたいという主演、古川六波の要望に応えてスラップスティックコメディに挑戦。以後、この分野も得意とするようになる。戦後、日本映画界に結成された労働組合、閉園に加盟。1948年に東方葬儀が始まると映画監督、脚本家が結成した。 日本映画を守る会の提唱者の一人に名を連ねた。また、同年再設立された日本映画監督協会にも加盟し、映画監督への著作権貴族を求める活動などにも参加している。葬儀後は東方に残留し、新東方に移籍した岸松尾など戦前からの名優たちとも疎遠になるが、東方や独立プロで監督作品を量産し、新東方でも映画を撮って、 周囲を驚かせた。また、木下圭介らとの交流から、木下の脚本を監督しようとするが、この計画は頓んざ。脚本は後に、木下自身の監督により、日本の悲劇のタイトルで映画化され、木下の代表作の一つとなった。1950年代には、東方のプログラムピクチャーの枠の中に組み込まれるが、トニー国主演の家庭の事情シリーズでは、 新婚夫婦の家を分断して、通勤電車が走る、仮作、ばっかじゃなかろかの巻を監督。セット撮影だからこそ可能なスケールの大きい仕掛けを駆使して、得意のスラップスティックコメディを披露した。また、横溝正止原作の映画化、幽霊男や、変身人間シリーズの第一弾、透明人間などでも、セット撮影や特撮を活かしてシュールなミステリーを作り上げ、 1955年には、ゴジラの逆襲の監督に抜擢された、柳谷金五郎の当たり役を映画化した喜劇シリーズ、お虎さんの前作を手掛けたのを最後に、第一線から退き、以後は散発的に、テレビドラマを手掛けたほか、晩年まで自治省の PR 映画を監督している。1973年10月21日死去、64歳坊津。酒好きだが、 いつも笑顔を絶やさない、温和な性格で、若いスタッフたちから愛され、小田物産のニックネームで親しまれた、幽霊男、ゴジラの逆襲、ありがとうございます。